運輸安全委員会は、日本の行政機関の一つ。航空事故、鉄道事故、船舶事故、または重大インシデントの原因究明調査を行い、調査結果に基づき国土交通大臣、または原因関係者に対し必要な施策、措置の実施を求め、事故防止及び被害軽減を図ることを目的として、設置された国土交通省の外局である。従前の航空、 鉄道事故調査委員会と海南審判庁の調査部門を改組、統合し、独立行政委員会として2008年10月1日に設置された。設置法は運輸安全委員会設置法である。2007年8月、国土交通省は運輸安全委員会の新設を総務省行政管理局に要求、同年12月に国土交通大臣と 総務大臣との折衝により設置が合意されたもので、2008年1月29日、通常国会に関連法案を提出、4月25日に可決成立し、10月1日に運輸安全委員会が発足した。母体となった航空・鉄道事故調査委員会は、国家行政組織法第8条に基づく、いわゆる8条委員会たる審議会等で委員長や、 委員の任命が、両議員の同意人事であり事務局も置かれるなど、一定の独立性があった。しかし、従来の航空、鉄道事故調査委員会では、職員の任命権が、国土交通大臣にあり、事故原因に関する直接の勧告権もないなど、問題点が指摘されていた。改組後の運輸安全委員会は、国家行政組織法第3条に基づく外局である、 いわゆる参上委員会となり、独自の人事管理権が認められたほか、事故原因の関係者となった、式業に対しても直接勧告できるなど権限等が強化された。また、従前の海南審判庁の機能のうち、懲戒のための耐震方式による審判については、新設された海南審判所が引き継いだ。海南審判所は当初の構想では、 運輸安全委員会に付属することを予定していたが、その後方針を変更し、運輸安全委員会とは別系統の国土交通省に直属する特別の機関となった。航空事故等鉄道事故等船舶事故等事故発生時、運輸安全委員会は事故の原因究明と再発防止を目的とする調査を行うが、これに並行して警察機関が 刑事責任の追及を目的とする捜査活動を行うことがある。そのため関係者からの事情聴取や現場の証拠の調査などの調整が必要であるため、事故調査と犯罪捜査の実施について、両者で覚書の形式で取り決めが行われる。日本では原則として、事故現場の保存や関係物件の押収、留置は警察において行うことになっている。 事故調査の報告書を刑事手続きに利用することの是非について議論がある。シカゴ条約第13付属書3.1条は事故またはインシデント調査の唯一の目的は将来の事故またはインシデントの防止である。罪や責任を課するのが調査活動の目的ではないと刑事手続きと事故調査を明確に区別し事故関係者が責任追及を恐れて 自らに不利な証言を置き換えるようになると、原因究明に支障をきたすことから、事故調査によって得られた、口実等を、事故調査以外の目的に利用することを禁じている。日本では、裁判過程での事故調査報告書の利用は、完全には、排除されておらず、その点で関係者の証言に意識効果をもたらすことを危惧する意見もある。一方で、あくまで調査は、事故。 インシデントの原因究明を主目的としているため、最終的に公表される報告書の冒頭には、事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない、と記載される。運輸安全委員会の内部組織は、法律の運輸安全委員会設置法、 政令の国土交通省組織令及び、省令の運輸安全委員会事務局組織規則が、階層的に規定している。主席地方事故調査官、自席地方事故調査官及び、統括地方事故調査官は、函館、仙台、横浜、神戸、広島、文字、長崎、中に配置。地方海南審判所の所在地に対応して、事務所を設置し、横浜、神戸、 広島、文字の各事務所の所長には、主席地方事故調査官を当て、函館、仙台、長崎の各事務所の所長には、自席地方事故調査官を当て、那覇事務所長には、統括地方事故調査官を当てる。これらの地方事務所は、組織法令上の正式な組織ではなく通称であり、組織法令は、各地方事故調査官を、地域ごと奥となっている。地方事故調査官は、 旅客の死亡を伴うなどの重大な船舶事故を扱うほか、航空事故と鉄道事故についても初動調査を扱う。国土交通省の該当の項を参照委員長及び委員は以下の通りである。国土交通省の該当の項を参照事務局の幹部は以下の通りである。ありがとうございます。